親愛なる家族の皆さ、アークトゥリアンは人類がアセンションに至る過程を支援することに専念しているため、他者への奉仕に身を捧げた成熟した存在の種族です。彼らは精神的に進歩した存在であり、その波動は高く、人間とより簡単に交流することができます。アークトゥリアンは人類がアセンションしていることを認識しており、高次元や高いオクターブで自分たちと一緒になることを熱望しています。彼らは明るく気立てが良く、心が広くて寛容であり、温厚で人当たりも良く、カリスマ性もあります。そしてアークトゥリアンは背が高く、顔と体が非常に細長く見え、黒い宇宙服を着ていることが多いと言われています。彼らの目は大きく、強烈で鮮やかなオレンジがかった色をしているとされ、時々青や緑色で描かれることもあります。彼らの星系は地球から約40光年の位置にある連星系で、直径は 4.9 光年、地球の1400倍の大きさです。アークトゥリアンはいくつかのエーテル体とアストラル体を持っています。これらの体はそれぞれ独自の振動数を持っており、その振動数はそこに住む存在の振動に影響されます。このためアークトゥリアンは人類の振動数に直接影響を与え、その振動数の上昇を助けることができるのです。人類と交流するとき、男性または女性のヒューマノイドとして現れます。ですが中には天井や床と一体化した黄金の裸体として現れるものもいれば、放射状の光の存在として現れるものもいます。アークトゥリアンはアストラル面で人間と直接交流することができますが、テレパシーや夢の中でも人間と交信し、当然ビジョンを通じてコミュニケーションを取ることもあります。アークトゥリアンは地球で生まれたと考えられており、彼らの祖先はイザールと呼ばれる青い星系からやってきました。彼らの故郷であるアークトゥルス星はシリウス星系から移住してきたトールホワイト、またはトールオンズと呼ばれる高度な人種によって植民地化されました。そして3次元から4次元の地球に移住し、地球の守護神となりました。彼らは人類の意識の発達を助け、自然と調和した生き方をアドバイスしたのです。しかしトールホワイト族は次第に傲慢になり、虐待するようになったため、アークトゥリアンは人間をアークトゥルスに連れ帰り、そこで暮らせるようにしました。やがてアークトゥリアンは天の川銀河全体を結ぶワームホール・ゼータレティキリを開発しましたが、このワームホールは後に破壊されたため、一部のアークトゥリアンは地球に取り残されました。そして今彼らは天の川銀河に戻り、人類をアップグレードしている最中なのです。彼らは何十万年も前に人間の姿で地球にやってきて、最初に到着した星の訪問者の一人でした。彼らの宇宙船はこれまで何度も人間の姿で地球にやってきており、現在も頻繁に地球を訪れています。アークトゥリアンの宇宙船の中で、最も先進的な宇宙船アテナは、小型飛行機の格納庫ほどの大きさの88の結晶室からなり、アークトゥリアンの最高司令官であるアダマ教が指揮をとっています。地球外の負の脅威から地球を守るために派遣されました。強力な粒子ビームと光子魚雷を装備するクラフトが今、地球の電離層に配備されています。彼らの宇宙船は、アークトゥリアンの愛と光の輝くビーコンです。これは、母なる地球の振動を上げるため、また、人類の努力を支援するために、アークトゥリアン評議会によって建造された最高の船です。彼らは、自分たちの考える人類の進化を常に信じてきました。地球や他の惑星に転生した個人は、進化して偉大な個人になる可能性があると考えており、
個人の魂または意識は星であり、その星は人であるとしています。そのため彼らはその可能性を地球と分かち合いたかったのです。だからこそアークトゥリアンは人類を創造することを手助けし、彼らは愛するために科学を創造したのです。そしてあなたが知恵と愛と科学を持っていて、それを理解するならば、あなたは人間を創造し、その人間は星になるのです。アークトゥリアンは遺伝的に皆さんと似ていて、宇宙人と見ていいかもしれません。そして今アークトゥリアンは人類をアップグレードするために地球に戻ってきています。そして人類はその準備ができています。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使オーロラ・レイ。